ラーメン屋見つけたら即入店の深夜ドライブ。現在ですね、時刻は23時18分でございます。はいはい、撮影ですね。はい、深夜の撮影で終わりなんですけども、はい、終わりの今現在帰り道です。地元までの、はいはい、帰り道でこの時間帯ラーメンが食べたくなる時間帯なんですよ。むちゃくちゃ食いたいです。そうですね、マジで染みる時間だね、ラーメンがね。本当は酒飲みたかったけどな。そうそうそう、生きんの生きんの。昔だったら酒飲んだ後そんな飲まないだろ、お前。飲んでる聞いたことない。ということで、まあそのラーメン屋ちょっと行きたいんですけども、はい、僕ちょっと一つ気になることがありまして、はい、この帰り道でラーメン屋が何個あんのかっていうのをちょっと検証していきたいなと思いまして、はい、なるほど、はい、今回は帰り道ラーメン屋見つけたら即入店していきます。はい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 、即入店して食べます、うん、食べていって、今回は家に着くまでどれだけラーメンを食べれるのかっていう企画になっております、うん、なるほど、はい、でも僕ラーメン通なんですけど、はい、ラーメン通の僕からしたらご褒美です。いや、めちゃめちゃご褒美の企画ですよ。嬉、はいはい、しい企画だよね。まあ大好きだからね、はい、見つけた時には何人が行くんですか？その一人だけ行くんですか？全員で行くんですか？あ、見つけた時にですね、まず我々ラーメン屋っていうのは、まあ行けても10店舗とかあったら全部行けないわけじゃないですか。はいはい。だから行ってって誰かが脱落したらもうその時点でもこの客は終わっちゃいます。ちょっと待って、紹介できないってこと？ラーメン屋を。なるほどね。じゃあこれはもう軽い動画と思わせて4人の勝負みたいな企画ですか？4人の勝負であり、意外とこれ大食い企画ですね。意外と大食い企画なんですね。だいぶだね。めちゃめちゃ耐久勝負。そう、耐久勝負。深夜のもうラーメン屋を巡ってのドライブです、今回は。で、今回ですね、その行くメンバーラーメン屋に入っていくメンバーなんですけども、うん、じゃんけん一発勝負で決めたいと思います。なるほどね。じゃんけんで、例えばじゃんけんして僕が一人勝ちするとするじゃないですか、はい、3人が負けました。そしたらその3人が行ってもらいます、うん、なるほど、はいはいはい、1回のその勝負で負けた人数がそのラーメン屋に行ってもらいます。はい、はい、それで行ってって、その中で誰か一人でも脱落って言った時点でこの検証は終わってしまうんで、はい、はい、やだなー、なんかご飯食べられないやつが目立ちそうだからじゃんけん勝ちたいなー。あー、なるほどね。まあでもどっちも目立つよ、それ食べきってもすごいし、本当に、うん、言うたらもうそのじゃもう最後的にはもう協力しようよみたいな話もあってるかもしれないし、わかんないけど、わかんないけどね。だからお前グー出せよとかもありだから、結局はじゃんけんなんだから。あ、そうね、そう、まあまあ、お前グー出せよとかもあるよ。うん、そこのね戦いもあるし、ね、そうそうそう、戦いもあるから出してもいいし出さなくてもいいしね。じゃあそれでは早速、ラーメン屋、探してまいりましょう、はい、それでは行きます、せーの。あー、ちょじゃあまあ早速、はい、出発します。お願いします。お願いします。じゃあなんか早速はるかさんの青髪の件について話してみます。あ、いいですか？でも本編に入ってもそうじゃないか。まあ本当になんかその泥酔バスケで負けて、はいはいはい、空にしなきゃいけないメンバーからの、うんうんうん、ということで、はい、あの染めてきてくれたんですけど、はい、なんか率直に、うん、率直に言って、え、もう素直な気持ち、うん、お世辞とかいらない？ないないない。え、本当だよ。本当。怒らない絶対。怒らない。じゃあブス。じゃあ怒らないって。ちょっと本当近くのコンビニ寄って。何やられる？何やるかわかんないから、ちょっと近く。なんかやられる。全然怒ってはない。怒ってない。ああ、よかった、よかった。でも、ありがとうね。いえいえ、率直にな。ありがとう。じゃあ、ちょっと、ターとか稽古もあればね、なんか、その青に変わったんだ。ちなみに、その青髪とかにすんの初？一回あるかな。一回だけ、なんかハロウィンかなんかの時に、自分では染めたんだけど、こうやって美容院さんでやってもらうことはなかったから、そうそう、ちゃんとやるのは初だね。なるほど。うん。で、まあ、率直な感想ね。はいはいはい。ブス。まあそうだよね。うん、そうだよね。その今の世界は、うん、そういうのも大事。やばい。そのゆとり世代とか、まあいろんな意見あるから。俺らゆとり世代で生まれてるし、育ってるから。Z 世代はね、なんかそういう意見も大事とされてるから、そうそうそう。それはもう自信持って言ってほしい。そう。前向きなブスです、あなたは。前向きなブス。うん。前向きなブス。なんで付け足したんだ。まあまあ後ろ向きなブスよりかは前向きなブスの方が確かにね。まだまだなんか伸びしろある。伸びしろするよみたいな。そうそう。なんかこれからもブスで行くよみたいな。あ、そう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 。はいはいはい。ポジティブ。いいこと言ってる。足りてるポジティブ。足りてますね。うわ、足りてる。じゃあもう最後健吾くんいいですか。うん。あ、はい。ブスです。やめたれもう。そのやめたれ。え、何が？そのブス3連発。
え、ブスの三連単。でもたまたまオッズめっちゃ高いっすか。オッズめっちゃ高いの。うん、たまたま当たったらなかなか揃わないよ。たまたまです。なんかどっかで落馬しろよ。落馬しないと。これの落馬なんの。これの落馬。それはなんないの。まあでも冗談抜きで、その俺はるかに前から言ってんだけど、うん、俺はるかは青髪一番似合うよってずっと言ったんだよ。あ、健吾は言ってくれてたね。TikTok で昔はるかが青髪にした時あったのかな。うん、全身青で髪の毛も青くしたっていう時あったんだけど、その時のはるかが俺一番あのいいなと思って、ね、あ、そうなんだ。そうそう、でずっとして欲しいなと思ってようやくしてくれて、あ、じゃあ念、念願の念願の、念願ね、そうで見てみたらブスっていう。あ、あら、結局落としてるやん。あら、落馬落としてるわ、ね、なるほどね。健吾、はい、お前んちのポスト危ないよ。ポストなんだ。はい、ということで、はい、なんか1店舗目ラーメン、はい、見えました。見えました。はい、入っちゃいます。これは入ってください。もう完璧にありますね、はいはいはい、完璧、はい、俺が一番好きな、ね、うわー、家系いいね。はい、ということで、1店舗目横浜家系ラーメンに着きました。はい、取れました。はい、まあ早速ですけども、うん、ここでじゃんけんして行く人を決めるんですけどもね、はいはい、まあ1店舗目なんかもうご褒美よ、こんなの。そうだよ、そうだね、普通に食べたいですから、うん、お腹は減ってますから。だってこれ行ったら普通に深夜のそのラーメンのドライブだもん。もちろん、そう、これはマジで行きたい。てかイライラするかもしんない、マジで。そう、お腹が減ってね、イライラ戦ができないから、うん、もう多分食えなかったら殴ろう、はるかのこと。なんで俺なんで。もう関係なし、サンドバッグじゃないし。いや、隣にいるし、もうついでに。はい、じゃあじゃんけん負けた人が行きまい。負けた人が行くのね。負けた人が、はい、はい、行きます。せーの、最初のグーじゃんけんぽい。うわはるかしか食えない。はるかしか食えない。しかも一人ご褒美やん。あ、そっか、ご褒美だよ。ご褒美だ。ずる。なんで悲しんでんの。なんで悲しんでたの。その後先考えた。そっか、食べないのか。後先考えて、俺が一番食えないから、うん、そうドボンする可能性があるから。あ、え、でも逆に分かって、1店舗目で行って、うん、あとちょっと休憩しながらみたいな。で、2店舗目はいつどこで出るか。2店舗目いつどこで出る。何、どこの方。何片言。だから2店舗目がいつどこで現れるか分かんないんだから、そこまで休憩しとけってことだよ。そうだね、確かにね。1店舗目食って、1店舗目はじゃあ美味しく食べていきますか。まあ、もう、そうだね、もう1店舗目だからもうご褒美だから行ってきてくださいよ。マジ、すいません。じゃあ、はい、行ってきてください。行ってきます。はい、お願いします。はい、ということでお店の方に入りました。ね、こちらの店舗は横浜屋家系の一角屋さんにお邪魔しました。ありがとうございます。ラーメンが到着しました。こちらです、どうぞ。どうぞ。めちゃくちゃうまそう。はい、ということで早速一杯目、うま仕掛けいただきます。マジうまそう。すいません、皆さん飯テロです。いただきます。この後ね、何店舗行くか想像もつかないので、そのためにね、ちょっとお腹も空かせながらいい感じに行きたいよね。戻ってきました。来た。いや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 、お待たせしました。はい、お疲れ様です。あ、すごい元気になってる。飯食ったから。捕まってない。なんだよ。早くない？早いでしょ。早くない？早いわ。もう美味しすぎて、うん、ささっと食べ終わっちゃった。すごい。いやでももうこの時間のね、ラーメンは染みまくりました。うわいいな。マジでいいな。めちゃくちゃ美味しかった。この時間うまいよな。うん、マジで美味しい。ちなみにお腹のキャパは？あ、もう8分目ぐらい。いや、本当か。こいつマジで、だから言ったよ、一発目行くなよ。いや美味しかった。いやでも早かったね、マジでね。早かった。飲みながら。早い。いやでもよかった、食えて。いやーよかった、マジで美味しかったです。よかった、よかった。お帰り。とりあえず1店舗目はね、終了なんで、はい、次2店舗目というか、まあまた帰り道、まあまた帰り道走らせて行きますか。はい、行きましょう。はい、行きましょう。でもさ、俺さ、二郎のさ、あの大量のもやし、はい、俺ちょっと なんだろう、なんであんなにもやしが大量にあるんだろうと思っちゃう人なんだよ。なるほどね。あ、ない方がいいのか。ない方がいい。もやしお腹いっぱいになっちゃわないっていう。
なるほどね。まあ、でもそれはまだね、お前楽しめてないわ、ジロ。楽しめてないんだ。ジロリアン慣れてないね。ジロリアン最初野菜食べんじゃん。うん、で、まず、お腹を鍛えさせるのよ。うん。お腹を鍛えさせて、びっくりさせない。そう、びっくりさせないよね。で、そっから下のラーメンまず進むのよ。はい。したらそのもやしとのマッチングするの、そこでまず。へぇ。で、あとはお前がキューピッドになるだけ。もやしと麺をくっつけるだけでいいんだから。あ、俺がキューピッド側になってそれをいただくってこと？そうそう。なるほどね。それがうまいんだ。いや、お前楽しめてない。うん。じゃあなんか腹立つな、有識者ぶってんのかな、そんな言ってるっけ？いや、あいつは知らないね。俺2回だけどね。すごいな。はい、ということで、うん、横浜家系もう到着しました。あ、はいはいはい、見えた。はい、ガチか。うまそうですね、これは。まあでも20分ぐらいだね、走ったの。はい、ということでじゃんけんしていきますか。じゃあ、はい、じゃんけんしていきましょう。2店舗目。でも本当にこれ申し訳ないけど、ちょっと過酷な企画だと思ったけど、もうご褒美ですわ。食いたいもん。ごめんなさい、本当に。そうだ、逆に過酷、今俺らが、うん、いけなくて苦しい。だからちょっと本当に負けたい。ここは負けたい。うん、俺はもう勝ちたい。うん、そうだよね、はるかが。俺らからもそう思う。俺正直もう食べれません。うん、なのでこれ俺が食べたらもうギブアップです。はい、企画多分4分とかもあるんですね。はい、早速じゃんけんしますか。いきましょう。うん、大事よ。いきますか。はい、じゃあ負けた人がいきますよ。はい、せーの、最初のゲームチェックポイント。うわっ、めっちゃ待って、待って、一人また一人勝つぞ。これ順番説ある。はい、ということでカズさんが家系ラーメン食べます。はい、いや、いいや、やったー。お前はめっちゃいいよ。嬉しい。でも俺罰ゲーム、俺一人嫌だから。あ、確かにね、カズいつもご飯食べる時とかね、誰か誘って必ず行きますからね。絶対行かなきゃダメだよ。うわ、寂しい。そう、一人なんだけどね、結構。マジか、寂しいやつだな。行ってきますわ。はい、なんか嫌だ。はい、ということで到着しました。めちゃくちゃいい匂い。それでは早速いただきます。今しか出る、いただきます。すっごいから。はい、ということでごちそうさまでした。完食しましたので戻っていきます。美味しかったです。あー、お腹いっぱい。腹減った。お腹空いたよ、こっちは。わー、大抜きしょ、わー、大抜きしょ。帰ってきた。はい、おやすみなさーい。おやすみなさーい。何？ご苦労様です。もうね、はるかの言う通りです。9分目です。マジ？なんかたまるよね。うん、普通にね。あと片目ミスりました。重いです。びっくりした。意外と重いよね。一口目食ってびっくりしちゃった。そう、硬すぎたね。そう、うん、で隣になんかカップルみたいな人たちが来たから、うん、もう俺いつもの一人の出ちゃって、うん、ずっとここでずっと。やっぱ俺一人ダメだわ。恥ずかしいわ。いや、でも頑張った、よく食べ終わった。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってないの。普通に1杯目はもう偉いよ。だって、うん、そのこんなちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃できなかったもんね。まあ2人は食べれてないですからね。はい、なんかこっちが罰みたいになった。いや、本当にもう苦しい。うん、確かにね。食べさせて。仕方ない。うん、ちょっと目指しますか。じゃあ、はい、じゃあ次の店舗行くか。行きましょう。行きましょう。すぐ行きましょう。行きましょう。おお、ラーメンだ。はいはい、ラーメン屋ね。はい、ここか。おお、ラーメンだ。はいはい、ラーメン屋ね。ちょっとね、新青梅街道のラーメン屋がちょっと閉まってる店が多くて。そう、そうですね。ちょっと時間帯的に閉まってるお店がいっぱいありまして、ちょっとこちらの都合上なんかいろいろね、こうくねくねしながらちょっと帰らせていただいてます。はい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 。でも別にラーメン目指してるわけじゃなくて、今たまたま見つけたし、地元には近づいてる。そう、本当にそう、近づいてるし、ラーメンたまたま見つけ
たし、うん、ラーメン屋着きました。はい、3軒目武闘家ですね。武闘家、武闘家さん、はい、に着きました。3軒目、はい、ということで、まあ、じゃあ早速チャンケンしていきますか。はい、お二人行きましょうか。いや、マジで行きたい、もうちょっとお願いしたい。せーの、最初はグー、チャンケン、ぽい。お、松のマイク、ぶねあ、ぶねーな、松のマイクは今危なかったね、危なかったよ。最初はグー、チャンケン、ぽい。おお、また一人あれ逆に残り一人、ちょっと寂しいな。そしたら俺待って、そしたら勝ったの、大丈夫だ、俺待ってるから。そしたら、まあ、俺グーだったしな。いや、チョキだよ、行けよ。行くぞ、大丈夫だ、お前自分ねえんだから。はい、ということで、武闘家ラーメン屋さんやってまいりました。はい、お邪魔します。ねえ、ハルト、やっと食えるよ。うん、ね、うん、忘れた。何、君たち忘れた。うん、ここ2店舗目、めっちゃいいやん、光栄なことだよ。光栄、めっちゃ光栄、めっちゃ光栄。え、俺ら初めてだもんね。お腹いっぱいの状態で来たくなかった。そのちゃんと空いた状態でこの美味しいラーメンを食べたかった。これ何分目なんだっけ。あ、8 8 ちょうど気持ちいい、ちょうど気持ちいい状態。はい、ということでラーメン来ました。そうですよ、うまそう。もう匂いがやばい。最高だよね、うん、最高だよな。うまそうだ。なんか、どうした、どうした、どうした、何、めっちゃうまそうだよ。うまそう、うまそうだけど、だけど、2杯目だから。え、この匂い嗅いだらちょっといけそうな気になる。じゃあ嗅いでみ、香ると思う。余裕、これ余裕できる。めちゃめちゃ余裕、めっちゃ余裕。行こう、ここ早速食べよう。食べよう、もう食べさせて。はい、じゃあ食べていきたいと思います。食べやろう。やば、うわ、見てこれ濃厚、えぐい、めっちゃうまそう。うまどうさ、最高、最高やな。この時間一番しみる。どうこれ、んどう、めっちゃ、めっちゃうまい。うまいな、うまいでしょ。だからもっと早く食べたかった。もっと早く。確かにな。はい、ということで戻ってまいりました。ありがとうございます。ご主人様たち様、食べれなかったのか、うん、食べれたか発表しますか。うん、はい、私は余裕で食べれました。完食しました。お疲れ様です。いや、まかった。マジマジマジ余裕だったね、すごいじゃん。まあ、でも2人もようやく食えたからね。いや、もう食えましたよ。もう最高に染みてます今。しみしみうまいよな。うん、本当にこれで全員1杯ずつ以上食ってると。はい、食ってます。俺だけ2か、俺だけ2だね。でも全然もういけるテンションではあるからね。ほら、ほんとに、はい、そうなんだ、今日調子いいね、ほんとに。はい、じゃあ早速行ってきましょうか。行きます、行きましょう。まあ、でもそろそろ見えてくるんじゃないでしょうか。はい、というか見えてます。見えましたね。見えちゃいましたけど、早速企画っぽくなってきたな。企画はですね、当初の企画は地元に帰れば終了みたいなの あったんですけど、はい、なんか知らんけどぐるぐるしてません？地元に帰るまでの道のり、なんかすごいな。まあ、でもここまで来たら地元にあるラーメン屋回りたいじゃないですか。そうだね、ここまで来たらもう企画はもういいと、脱落が見たい。なるほどね、見たいんですか。そのやっぱこっからが戦いですから、苦しむ姿が見たいんですか、視聴者さんは。ということで4店舗目は着きました。はい、よいしょー。もう結構ね、テンションもう眠くなってまいりましたよ。はい、でも一杯勝ち込むともうそんな眠くなっちゃうよ。でもですよ、はい、ほら、そんなテンションで YouTube は撮るなって。そうだよな、こうやって眠い中見てくれてる方もいるんだから。こうやって、ああこうやって、ね、うん、こうやって寝ようか寝ないか、明日も予定ある、仕事ある、うん、でもこれを見てやから元気でね、うん、頑張ろうっていう人もいるんですから。はい、やりましょうよ。キラみたいな。はい、勝ちたいよ。ゼロ勝ちたいですよ。いや、負けたいだ。負けたいですよ。ゼロだ、ゼロ。せーの、最初はグー、じゃあ来い。そういうふうな。お前かよ。いるのお前かよ。お前もいるんだな。
2杯目と3杯目の男です。そうだよ、もうすぐ行こう、もうすぐパクって食っちゃう、うん、男を見せてほしい。そう、はるかのかっこいい姿が見たい。そうそうだ、見たいよな。うん、見たい。共存プラスするよ。ブレーク言った明日な。今日はラーメン、プライベートのことはラーメン、明日の分を今日だな。そうだな、まあ頑張りましょう。行ってきますわ。すごいな、本当に。とりあえず行ってきます。行ってきます。お前今店入る前ウエーって言ったやん。ウエーって言った。大丈夫な？ん？ウエーって言ったやん。でも分かんない、俺の中でもそのみんなの期待に応えたいやつと、うん、あの俺のキャパがもう最大限と、うん、もうギュッギュッギュッギュ戦ってんのよ、うん、で戦った結果あの店の前でおえーって言ったよね今、うん、止まってお ってなった。うん、戦えんだね、もう目の前だから店は。行きたい。うん、行こう。じゃあかっこいい背中見せろ、ついてってやるから。分かった、かっこいい背中見せろ。あなんかダサ背中ダサー。え、何？ちょっと待って、なんで戻ってきたの？ちょっと待って、満席？あ、もう食ってきた。一言話していい？一言話していいってなんか。あ、通訳？そうだ、ごめん、一言話していいって。あ、うん、全然いい。どうした？どうした？すいません、ギブアップです。うわ、熱男。お前さ、お前弱すぎる。ちょっと待ってや。じゃんけん弱すぎるってお前。じゃんけん弱いし、お前。さっきまで熱かったやん。そう。それも、ほんと店にも入ろうとして、うん、入ろうとしました。うん、もうする前に、はるかが、ちょっと一回待ってって言い始めて。うんうん、俺無理かもって言って。ごめん。ちょ、とりあえずわかんない。まあわかんないから一回戻ろうっつったの。うん。じゃあ、ギブアップ。熱おー。熱おう。うん、その店前で、おえって言っちゃった。その、ゲロは出てないんだけど、なんか空のおえっていうのが出てない。ダメだ、やめとけよっていうね。そう。体がもう、その、このまま、まあ、俺的にはもうちょい頑張りたいと思って、うん、その店まで入って、ギリギリまで食べようと思ったんだけど、うん、そお店でね、やっちゃっても、その、ね、迷惑かかっちゃうし、そう、まあまあ、ちょっとこの辺で、まあ、なんギブアップした方がいいかなと思いまして、うんうん、本当になんか圧を出してすみません。弱くなってる。弱尾。ただの弱尾です。すみません、本当。で、この圧尾さんだって、うん、さっきのラーメン屋、めちゃくちゃ鳥肌立ってましたよ。もう寒がってましたから。そうなのね。うん、なんかもう一個のやつも頑張ったみたいです。あ、そうなのね。頑張ってたみたいです。うん、みたいなんだね。うん、もう帰るよ。はい、帰りましょう。はい、すいません、本当にあのまあ次は頑張ります。お疲れ。お疲れ。もう帰りましょう。お疲れした。はい、お疲れした。明日も撮影頑張りましょう。はい、頑張りましょう。